ズルでーす。今日はな、なんかな、AW にな、新武器が無料でな、もらえるっていうことでな、やっていきたいと思う。で、久しぶりに AW をですね、やっております。なんか、WW2 のね、武器がですね、もらえるっていうことでですね、久しぶりにやってるんですけども、うわー、怖い！久しぶりにやると、エイムが、やばい！なんだこりゃ。え、どこにいるこれ敵。どこにいんねんっていう。怖い。言えるよ、お前。大きく来る。いた。オッケー。危ねえ。ということで、今回 MP ね、40を使っていきたいと思います。え、普通に強いんだが、この武器。人少なすぎでしょ、AW。人口も、これしかいないんじゃない？もう AW の中。日本人。あ、やば。オッケー。おー、久しぶりにやるとどう立ち回ったらいいかわからんな。チーレスをね、あんまやんなかったんだね、AW。ずーっとドミネだったんで。ジローでーす。うわー、どこやねん。久しぶりにやると楽しいな、やっぱり。AW 俺普通に好きなんだよね。そう。この時ちょうど就活で、全然できなくて。OK、危ねー。AW 出てた時はちょうど、そう、実況もやり始めた時だったな、これは。で、実家でね、こそこそ小声になりながらやってましたね。でも日本人がいるのが奇跡だな、逆に。 OK、 久しぶりにやるとなんか難しいな。でもこのね、 MP40 めっちゃ使いやすい。はい、ゼロでーす。あー、最近ですね、めっちゃ見てるんですよね。すごいね。だって有名人とコラボできるのは。すごいね、YouTube がもう。もう俺はね、一番驚いてるのは、ヒカキンさんがね、アリアナ・グランデとコラボしてた時だね。はい、ゼロでーす。オッケー。いた。オッケー。あー、楽しい。言えべオンライン。就活な。この時期ですね、実家に帰ってずっと就活してましたね。あの時は金本とインターンシップに行ってて、インターンシップをね、12月24日、クリスマスの日もですね、出勤で、いや、何やってんだろうって。今年のクリスマスは本当クソだなって思いながらやってましたね。インターンシップがですね、あんまり楽しくなくて、その時。なんだろう、研修みたいなもんだからさ。実務的なもののことはやんなかったから。オーマイグンネス。オーケー！マジか、ここに来るか。あ、人めっちゃ多くなってきた。お前だな。おーい、オッケー。だっけ、エクゾなんとか使うの忘れちゃうな、これ。うはー！オッケー。この時はですね、まだ、ガチでクラン戦とかもやってたんだけどな。これガチでやっぱ FPS やるってめっちゃ楽しいですよね。なんか部活やってるのに近いよね。そういうのに近くて。あぶねー！近距離めっちゃ強い、この武器。マジかよ。おかしいだろ、この人数差は。あー、おかしいって。よろしくお願いします。わお、奥に敵さん、奥にいるよ。 OK、 カット OK。 こんにちは、リスでお泊まりですか、ボーイ、ユギボーイ。おお、このゲームは、いかんせんリスポーンが分からへんな。言えべオンライン、やべえ、久しぶりにやるとマジで楽しい、このゲーム。やっぱ打ち合いメインってめっちゃいいっすね。OK。 あー、ちょっとやられてしもたな。これもう一挙やな。あー、ちょ、こちらめで当てていく。さあ、1キル。また買うのもありだと思うんやな、これ。あ、こんにちは。こんばんは。こんにちは、こんばんは。お名前なんて読むんですか、それ。オーマイグンネス。
おーい、3人来たー。このゲームまだね、バンパージャンパーっていうあのね操作方法ないからね。あー、後ろー、めちゃくちゃ楽しいわこれ。このステージでですね、猫缶さんと会ったんですよ。確かここで初めて会った。お互いですね、まだね、猫缶さん実況やってたかな。俺が猫缶さんのこと一方的にしてた感じだったっけな、確かこの時。あ、お互いまあ知ってたけど面識はなかった、喋ったことはなかったって感じですね。おー、マイグンです。3人だとなんかやばい、3人ってやばくない？なんでこれ敵こんな。オッケー、危ねえ。ハロー、ファック、ファック、ファックらしいです。あ、上抜けるか。オッケー、抜けた。おー、マイグンです。オッケー、近距離最強。あ、このまま突っ込んでいきたいところ。猫缶さんもあん時会った時はね、ひたすらもう今みたいなですね、なんていうの、今みたいなサーチのランクマンの立ち回りでひたすらもうガンガン突ってきて、もうガンガンやられてた俺が。うん、ボッコボコ、フルボッコンされたサーチで全然ね。オーケーオーケー、危ない。あと最近ですね、やっとこの病気がですね落ち着いてきて、この副鼻炎っていう、なんだ、厉害。OK、 これが落ち着いてきてですね、かなりですね普通に喋れるようになってきましたね。だからこれから生放送とかもやるんでぜひ来てください。 OKOK、 イエーイオンラインからの OK、 これいけるんじゃないか。これ3対4か、これ勝てんじゃね、普通に3対4でも。この武器めっちゃ強いわ。三人やね、猫缶ちゃんとね、やっぱ PUBG やってみたいんだよね。三死やおら、はい、じゃあ三死やん。おお、ガン入れない、三死や。めっちゃ怒っとるやん、この怪人。なんか歌っとる。うるさいぞ、うるさいぞって言われた。うるさくねえよ、バカ野郎。気持ちいい。気持ちいいじゃねえよ。気持ちいいですわ。気持ちいい、イエス、気持ちいい。青い空、気持ちいい。オッケー。おい、この距離も抜けるんです、この距離も抜けるんです。いや、微妙。ありがとう、テイン、Thank you。 おー、シシ、おー、ありがとう、イエー、ありがとう、イエー、ありがとう、イエー、シシ。 WW2 はどうなるかね、本当にいい感じのゲームになってくれればいいけど、まあ、出てからやな、お楽しみやな。このゲームね、AW 作ったこの会社の人たちが、ですね、WW2 出すんで。いいね、やっぱこのマップだとこの武器が一気に強くなる。WW2 ではもうね、なんか無限にダッシュができないらしくて、ブーストがないからね、無限ジャンプがなくなるのは当たり前で。OK!オッケーオッケーオッケー。どんだけ持っとんねー。あとなんか任天堂スイッチで CODWWW が発売するって話が出てて、どうなるんだろうっていう、需要あんのかな、その任天堂勢に COD って。なんか Wii U でも出てたけど、どうなんだろうね実際。あ、でもリスナーでもいたらビータでやってますっていう人だから、需要あるのか。じゃあ夢を見ろ。楽しすぎてマジで止まんねえわこれ。もう永遠なんか俺さっきからずっとね、黙々ともうずっとやってんの、この AW もヒット音が好きだねこれ。銃を撃った時ヒット音が。わーった、皆さんもぜひ、COD IW やってみてはいかがでしょうか。久しぶりにやるとね、
面白いですね。あー、ゼロでーす。ということで皆さんもやってみてください。それでは、せーだけさい。